が変わらなければ市政は変わらない。市政は市民が主役だ。今まさにチェンジ、改革から変革へチェンジしましょう。おさむチャンネルの時間がやってまいりました。今日はですね、このなぜ変革しなきゃいけないのか、市民がなぜ関心を持ってこの街を変えなきゃいけないか、市民の思いを代弁するような施策について追ってお話をさせていただきたいと思います。今日のテーマ、責任を持って取り組む、献身的に取り組む、結果を約束する、専念する、7つのコミットするものを伺いました。今日はですね、第1番、濃尾大花火の復活開催、これを1番に挙げました。というのはですね、実は濃尾大花火がですね、5年間止まりました。まあ皆さんご承知のように、コロナコロナコロナですよね、全国の夏祭り、イベント、花火大会、止まりました。じゃあコロナが終わって復活していく町もありました。私はこの夏ですね、全国いろんな花火見てきました。素晴らしい、やっぱり花火大会もう復活の兆し、お祭りもしっかりですね。私はまあ、いわゆる社会奉仕でですね、能登半島もずっと回らさせていただきましたけど、あの被災地でも祭りがあるから全国に散らばった人たちが心の拠り所として町に帰る、村に帰るっていう光景を目の当たりにしてきました。この濃尾花火もしかりです。8月の14日かな、はい、例年ずっと平成時代からですね、羽島市に人口がこれだけいるのかなっていうぐらい、素晴らしい花火大会です。皆さん多分ご承知だと思いますけど、日本の河川の花火大会でですね、この川幅が約1キロある素晴らしい環境でですね、この濃尾大花火の目玉のですね、二尺玉が全国の河川で上げられるところなんていうのは本当に一握り、いやないと言っても過言じゃないでしょう。この悠久のですね、木曽川、なんと川幅1キロありますので二尺玉があるんですね。で、いろんな県内の花火大会あります。長良川の花火大会、コロナが明けた後、7月の第5週かなに長良川の中心部の花火があって、
で8月の第1週は岐阜新聞主催の、花火大会がある。それを集約して新聞社同士の戦いといえども一つに集約してやりましょうということで開催されました。これで2年続いてますね。で、じゃあ濃尾花火どうか。一宮市と共催した花火大会、5000発上がります。二尺玉も羽島側の協賛、一宮側の協賛、それぞれですね、両岸に市民がこぞって、また羽島市側はですね、非常に、打ち上げ場所からいい環境にありますので、橋を渡って岐阜県側からも見られる。愛知県側からは、牧原宗が出てね、ちょうど濃尾橋渡った、北詰めにあります、ところで見られる。また濃尾橋を、挟んでですね、河口付近でも見れますから、ずっと延々と、曲がい大橋までも見れます。紙で言うと笠松からも見れます。まあ周辺人口を合わせると本当に花火の観客は、20万人以上と言われてますけど、この濃尾花火、羽島市の名物濃尾花火、なぜかというと、まあ、山間部で若い方が出かけちゃうっていうのもありますけど、ただ羽島市もやっぱり若い方は学校に行ったり、職場に行ったり、外でね嫁いだりで、年に一回お盆の時期にあの濃尾大花火があるから帰っておいでよ、見ようねっていう楽しみで楽しみで仕方ない祭りなんですね。私も楽しみでした。それがコロナ明け、ゴミ問題だとか警備の問題だとかっていうところでもう5年間止まってるんですね。この現実は市民にとっては心の拠り所、絆を求める意味でもものすごくマイナスイメージ。だからこそ今年こそ、来年こそ必ずあげようという思いで第一番目にしました。これ羽島市の、いわゆるフェスタいろいろあります。駅前でどん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 やっぱりそういったイベントも増えて活気を呈してますけど、羽島市にとっては一番のイベントはこの濃尾大花火だと思うんですね。今回市民が変わらなければ町は変わらない、市政は変わらないっていう意味で言えば、まずやっぱり市民がもう一回市民の力でもってこの濃尾花火を復活しようという思いを一番に持ってきました。これができなくて後の何ができるんやという大事な大事な項目です。ただ単にお祭り騒ぎしたいわけじゃないんです。人と人との絆、町内の絆、家族の絆、羽島で生まれてよかったな、羽島にみんな友達集めたいな、住み続けたいな、そういう代名詞である濃尾花火の復活、ぜひ皆さんの力で取り戻しましょう。市民が変わらなければ市政は変わらない。おさむチャンネル、引き続いてよろしくお願いします。Oh!